適応障害と言われてこのままでいいのかなと漠然とした不安がある方はこの動画を最後まで見るようにしてください。こんにちは、タケです。この動画を見ているあなたはこのように思っているんじゃないですか。適応障害で悩んでいる。休むことが一番いい方法っていうことは分かっているんだけど、自分にできることはないのかな。自分の本当の問題ってなんだろう。正しい対処をしているのに適応障害を繰り返してしまって、もうどうすればいいか分からない。このように思っている方が多いと思います。そんなあなたに僕から伝えたいことがあります。絶対に諦めないでください。今の悩みに向き合い続ければ適応障害の本当の問題を解決することができます。そうは言ってもなかなかそんな気持ちになれないですよね。そう思った方ほどこの動画をぜひ最後まで見てほしいです。今回インタビューいただいた僕の小座瀬さんも病院に通う、周囲の人に相談する、自分の考え方を変える練習をしてみる、適応障害の悩みを解決するために自分の思う全ての方法を試してみた結果、うつや適応障害を繰り返してもうどうすればいいかわからないと悩んでいたんです。確かに体調が良くなったり復帰をすることはできるんですけど、長い間適応障害を繰り返してしまい、きっともう自分の本当の問題は解決できないと諦めかけていたんです。でも今ではそんなネガティブ思考に悩む自分を受け入れられるようになった。今の自分のままで取りたい行動を取れるようになった。やりがいを感じながら今に集中できるようになった。このように適応障害で悩む期間がどれだけ長くても、本質的な心理の知識や技術を学んでいけば、適応障害という言葉だけでは見えない僕たち自身の本当の問題を解決することができるんです。僕はそう信じています。インタビューの最後では小座瀬さんから、過去の自分のように一人で悩んでいる方、もう自分を変えられないと諦めかけている方に、諦めず行動すれば大丈夫という心強いメッセージもいただいています。その言葉を聞いて僕も本当に嬉しいです。だからきっとあなたにも勇気を届けられると僕は信じています。適応障害の本当の悩みを解決して自分を変えたい。自分を変えて本当にやりたかったことを実現して、新しい価値観や自分に出会いたい。このように思っている方はこの動画をぜひ最後までご覧ください。それではスタートしていきます。ということで今回は僕が実際にサポートさせていただいた小座瀬さんにインタビューをいただけることになりました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。では早速小座瀬さんの変化であったりお話を聞かせていただきたいなっていうふうに思うんですけど、最初に僕と出会う前に悩まれていたこととか、どんな状態だったかというところを簡単に教えてもらってもいいですか。はい、私はですね、大学卒業して新卒で今の会社に入社して、まあ、今4年目になるんですけど、その4年の中でうつとかうつ状態とかそういった症状を繰り返しとなっていまして、で、まあ、去年の8月ぐらいからまたうつ状態といった症状が出てしまっていて、で、まあ、そこでちょっと医者に行ったら適応障害っていう診断をされましたね。そこで、はいはい、主な症状としては頭の中で考えるっていうことが少ししづらいなっていうことがあって、人と会話することもちょっと難しくなっていて、自分の仕事も人と会話する仕事だったので仕事もしづらいっていった感覚があったり、あと他には本当に体がすごいだるくて外に出られないといった、そういった症状も一応ありました。ありがとうございます。適応障害であったり、まあ、うつ状態っていうのを何回か繰り返されていて、でその時にやっぱりやる気が起きないとか外に行けないとか人と関わるのがちょっと億劫になるっていうところで悩まれていたっていうようなところですよね。そうですね、はい。ちなみになんか適応障害であったりうつっていう風に言われた時にどういったことが辛かったとかってありますかね。はい、やっぱり本当に自分がそのやりたいことができなくなって本当に何もやる気になれない、何をしても本当に楽しめないっていった、そういったことがありましたね。めちゃくちゃわかります。本当にやりたいこともねできなくなったりしますよね。そうですね、はい、ありがとうございます。いや、そこで本当にやりたいことができないとか、もう本当に人に関わるのも億劫になるとかってやっぱりすごく辛いことかなって思うんですけど、はい、そこでその状況を改善するというか前に進むために何か取り組んでいたこととかって、なんか何でもいいんですけど何かありましたかね。やっぱり私自身そういったうつ状態っていうのを繰り返しなっていましたので、なるたびに何か変えて
かなきゃいけないんじゃないかっていうのを思っていて、本とかインターネットとかでいろいろ調べたりして、例えば考え方とかを本当に適当に考えるとか、真面目に考えすぎないとか、そういったことはやっていましたね。なるほどなるほど、めちゃくちゃ素晴らしいですね。どこか自分にもできることがあるんじゃないかと思って、本を読んだりインターネットで調べたり、考え方をねしなやかにしようというか、そういうふうに自分で対処していたっていうようなところですよね。そうですね、はい。これ本当素晴らしいなって思うんですけど、これちなみに実際に取り組んでみてどうだったんですか？はい、やっぱり考え方とかを真面目に考えすぎないっていうのを実際取り組んでみたんですけど、結局はやっぱり去年の8月に再発してしまって、結局自分の中では克服はできてなかったんだなと感じておりますね。なるほどなるほど、ありがとうございます。これまあ今はね本当に僕のサポートとかいろいろ学ばれていったかなって思うんですけど、ちょっとその時を、はい、まあ、僕に出会う前とかですね、ちょっと振り返ってもらって、はい、克服できなかった原因というか、なんでその自分の悩みを解決できなかったのかなみたいなところで、なんかその理由とか原因とかって振り返って思うものとかあったりされますかね？やっぱりインターネットとか本とかで調べたものだと、本当に自分自身ではやっているんですけど、本当に自分の身にはなってないような、そんな感覚はして、取り組んできたことも本当にそれで克服できるのかっていうと本当に 100% ではないと思うので、そういったものがあったと思いますね。なるほどなるほど、そうですよね。やっぱりインターネットとか本とかってすごくね意味のある情報が載ってると思うんですけど、なかなかそれを自分自身で普段から活かしたり、はい、そういうのって結構難しかったりもしますよね。そうですね、はい、ありがとうございます。そこで本当にいろいろ取り組みされてたかなっていうふうに思ったんですけど、実際に僕のサポートを受けようと思った理由って何だったんですか？今までは症状を繰り返してきたっていうところで、診断は軽いうつ病とかだったんですけど、去年の8月に症状出た時は適応障害っていうことで診断されて、適応障害のことについても調べていたんですけど、そこで YouTube で適応障害のことについて調べたら竹さんの動画があったの で、まあ、そこで動画を見させていただいて講座を受けてみようかなって思いましたね。なるほどなるほど、ありがとうございます。そうやって自分でやっぱり改善できないかなって調べていたら、 YouTube で僕のことを見つけていただいて、やっぱり自分を変えたいと思われて相談に来てくださったっていうようなところですよね。そうですね、はい。なるほどなるほど、本当に、ね、この行動ができることが講座生さんの本当に素晴らしいところだなと思うんですけど、その今やっぱりお話しさせていただいたうつとか適応障害を繰り返してしまうっていうような悩まれていた状態から今そのサポートを受けていって、今ってその時の状態から、まあ、例えば考え方とか行動とかってどのように変化されてますか？はい、以前とかの考え方だったりとかすると、実際に起きた出来事とかについて、まあ、自分の中で考えすぎてしまうといった、はいはいはい、そういった考え方を持っていて、まあ、例えば仕事とかで上司とか、あとお客様とかに例えば怒られたりとかすると、まあ、そこでなんで怒ってるんだろうみたいな、そんなに怒んなくていいのになみたいな、そこでいろいろ考えすぎてしまってイライラもしてしまったりとかして、そのこともあってそういった鬱状態っていうようなそういう症状が出てきたの で、講座を受けた後なんですけど、まあ、今のその考えの中だと本当にいろいろその出来事があって思考とかがはやっぱり出てきてしまうんですけど、そこで本当に考えすぎないっていうような、本当に今後のその考えについて今後本当に役に立つのかどうかっていうのをまず自分の中で考えて、本当に役に立たないようだったら考えないっていうような、あとはあくまでもその思考は現実ではなくて自分の中の物語っていうことも学ばせていただいたので、そういったところもあって、本当に今はあんまり周りの何か出来事が起こってもあんまり気にならないような、そういった状態になってきましたね。なるほどなるほど、いやめちゃくちゃ素晴らしい変化ですね。ありがとうございます。
今本当にすごく大切なエッセンスがめちゃくちゃ出てきたので、本当に素晴らしいなって思って聞かせていただいたんですけど、やっぱりそのサポートを受ける以前は、例えば上司の方とかお客様とのコミュニケーションでうまくいかなかった時に、はい、ずっとそこのことについて考えてしまったり、時にはイライラしてしまったりっていうところですごくね考え込んでいた状態から、はい、今はそういう落ち込んだりイライラする時ももちろんあると思うんですけど、この思考っていうのはね、あくまでその現実ではない、まあ頭の中の物語なので、実際の現実というか小田瀬さんが取りたい行動に集中することに、まあ、切り替えられるようにね、うまく扱えるようになってるっていうようなイメージですかね。そうですね、はい、いや素晴らしい変化だなって思います。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。こういうふうに考えられるようになっていくと、例えば本当にお仕事の時とか普段の過ごし方とか、こういうのに変化ってあったりされますかね。はい、まあ、仕事の時とかはやっぱり本当に今までとかだったら本当になんか些細なことでいろいろ気にしすぎてしまっていた自分があったんですけど、まあ、今では本当に自分が今やってるっていう行動に対して集中することができていて、まあ、些細なことでも本当に気にならないような、そういった状態になってきましたね。あ、なるほどなるほど、これも本当にすごいですね。やっぱり些細なこととか不安とかを気にしすぎてしまって悩んでる状態であったり、でそういった悩みを抱えている方ってやっぱりたくさんいると思うので、その状態からね、今気にせず自分のやりたいことに集中できるようにね、変化されてるっていうような本当に勇気をいただけるメッセージかなっていうふうに思うので、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあそこになんかどうやってねやっぱり変化したのって気になる方も多いと思うので、はい、ぜひその過程みたいなものもねお聞きしていきたいなって思うんですけど、そうですね、いろいろ僕のサポートの技術とかを学ぶ前のことを想像してほしいんですけど、これをやってしまったから長い間悩んでしまったんだなとか、この考えはちょっと間違っていたなみたいなものって、なんか今振り返ってみてあったりされますかね。先ほどもちょっとお話しさせていただいたんですけど、やっぱり仕事とかで怒られたりとか、やっぱり忙しくとかなってくると、そのことに対していろいろ考えすぎてしまって、自分で自分自身を追い詰めていたような、そういった感覚があったので、そういう考えすぎな考え方っていうのを間違っていたのかなって思いますね。なるほどなるほど、ありがとうございます。これね本当にすごく大切なことにもおっしゃっていただいてるなって思うんですけど、やっぱり考えすぎてしまうとか気にしすぎてしまうっていうのは、まあ本当に人として正常な思考プロセスなので当たり前なんですけど、それをやっぱり自分を責めてしまったり、はい、本当のことみたいに捉えてしまうと、やっぱりストレスとか不安とかにつながっちゃうよっていうようなところですよね。そうですね、はい、ありがとうございます。これもね本当に大切なことだと思うので、すごく貴重なメッセージですね。ありがとうございます。あとその実際に例えば僕に問い合わせをするであったりサポートを受けるっていうことは、実はこれも新しいことなので、悩みを解決したいっていう思いとは裏腹に不安な部分もねあったかなって思うんですけど、高田生さんはどうしてそれでも自分を変えようっていうふうに一歩踏み出せたんだと思いますか。やっぱり今までも何回かそういったうつ状態の症状を繰り返してなっていて、その度その度自分でいろいろ調べて、まあ、行動を起こして何か試してはいたんですけど、やっぱり再発してしまうっていう状況だったので、本当に自分自身だけでは本当に改善できないのかなって思って、心の専門家である竹さんと一緒にやっていければ何か変わってくるんじゃないかっていうところで講座を受けさせていただきましたね。なるほどなるほど、ありがとうございます。本当にね、はい、自分で行動されてることっていうのは本当にめちゃくちゃ伝わってきてて、それでもちょっとうまくいかないというか、その自分をしっかりと受け入れたからこそ相談にできたというか、また新しい行動を取れたっていうようなところですよね。そうですね、はい、これが本当にやっぱり小田瀬さんの強さというか素敵な部分だなって僕は思うんですけど、例えば本当に一人でね悩まれてきた期間も長かったかなってすごい思うんですけど、その一歩踏み出してどうやって小田瀬さんはここまで変わってきたんですか。一番はやっぱり竹さんの講座を受けさせていただいて、第一でやらせていただいたんですけど、そこでいろいろ知識とかを学ばせていただいて、でまあいろいろと、まあ、アウトプットとしていろいろやってみて、まあ、その中で何かわからないところとかあれば竹さんとかに相談できていたので、そういったところが結果的に今自分の中では克服してきているなと感じていますね。なるほどなるほど、素晴らしいですね。はい、やっぱりそういう専門家であったり
まあ、誰か他の方を頼って知識を身につけていって、でそれをまあ実践したりアウトプットしたりして、でまたそれを修正繰り返すことによって考えすぎないようになったり、自分を責めないようになったり、変化できているよっていうようなところですよね。そうですね、はい、ありがとうございます。本当に今おっしゃっていただいたように、ずっとね、はい、一緒に心理の知識とか技術をね身につけていったかなっていうふうに思うんですけど、講座を通して僕と一緒にねやってきて、自分自身こんなところ変わったよとか、はい、この経験は一人では得られなかったなって思うこととかって何かあったりされますかね。まあ、今ではやっぱり何かその思考とかが出てきても、まあ、本当に考えすぎないようになってきていて、今の自分がやってる行動に本当に集中してできているなって感じているので、今そのやってる行動に集中できるっていうのが変わってきたかなって思ってますね。なるほどなるほど、ありがとうございます。そこがねやっぱり、まあ、思考とか感情にネガティブなものにとらわれずに、自分自身がやりたい行動に集中できるようになったことが、やっぱりその一人では得られなかったいいところかなっていうようなあのイメージですかね。そうですね、はい、なるほど、ありがとうございます。本当にねたくさんの変化の声がお聞きできて嬉しいなっていうふうに思うんですけど、例えばこれまでの変化とかを振り返ってみて、当時悩んでいる自分を変えるためにやっぱりこれは大切だったなって思うものとかって何かありますかね。自分自身だけでは最終的な克服にはつながらないかなと思っていまして、やっぱり誰かとそういった克服の方向へ進んでいくっていうところで、やっぱり誰かとそういったことをしていくことで、分からないこととかあれば竹さんに相談できますし、本当に知識とかはやっぱり竹さんの方が本当にいろいろ知っているので、そこで心の専門家にやっぱり相談して誰かとそうやっていくっていうことが大事なのかなって感じましたね。ありがとうございます。本当にめちゃくちゃ大切なことですよね。まあ、本当にね周りに心の専門家とかがいないっていうところであれば、まあ、もちろんオンラインでもできますし、で別に心の専門家ではなくても本当に周囲の友人とか何かね信頼できる方とかがいれば、少しだけね悩みを打ち明けるとか伝えたい思いで伝えてみるっていうのもすごくやっぱり変わるきっかけになると思うので、すごく本当に今おっしゃっていただいたことって大切ですよね。はい、そうですね、はい、誰かにね相談するっていう大切なことを教えていただいてありがとうございます。いいえ、はい、ちょっと少しね抽象的な質問になるかもしれないんですけど、今回ね例えばサポートを受けるっていうような手段とかを通して適応障害とか悩みに向き合ったっていうことは、講座生さんにとってはどんな経験になってるかとかってありますかね。自分の今までの考え方っていうのが少し間違っていたのかなっていうのを気づくことができましたね。なるほどなるほど、ありがとうございます。じゃあ、ね、多分見ている方もちょうどやっぱり講座生さんが悩んでいた当時の不安な状態だった頃の気持ちでいる人もいるんじゃないかなって思うんですけど、どんな人に僕の講座だったり心理のことを学ぶことがおすすめかみたいなところがあれば、ぜひシェアいただけると嬉しいです。まあ、今までの自分でしたら、その思考とかにとらわれすぎてしまって、はい、自分の取りたい行動を取れていなかったっていう部分があるので、やっぱそういった今自分の取りたい行動とか取れてない方とかに竹さんの講座をとか受けていただければ本当に変わってくると思うので、そういった自分の取りたい行動取れてない方に、まあ、おすすめなのかなとは思いますね。ありがとうございます。すごく嬉しいです。そうですよね、でも本当に心理のことって面白くてね、今やっぱやりたいけどちょっとなかなか行動できないとか、人に話しかけたいけどなかなか話しかけられないとか、そういった本当に普段のね日常の悩みとかもちょっとしたこととかもね一つずつ解決していって自分を変えられる機会になると思うので、そういったね、はい、やっぱ自分を変えたいとか取りたい行動を取る、やりたいことをやりたいのにちょっとなかなか動けないって方に学ぶことがおすすめですよっていうようなイメージですかね。そうですね、はい、ありがとうございます。そんな講座生さんがこれからやりたいこととか何か目標みたいなものってあったりされますか？今のその目標としては、今までは自分の思考が出てきた時に考えすぎてしまって自分の取りたい行動を取れていなかったっていう部分があるので、これから目標としては自分の取りたい行動を取るっ
ていうのが今の目標ですね。なるほどなるほど、めちゃくちゃ素敵ですね。ありがとうございます。やっぱり自分のやりたいこととか取りたい行動も一日一日取っていくことが、これがやっぱり目標っていうようなところですよね。そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあこれがちょっと最後の質問になるんですけど、適応障害ってやっぱりほとんどの方にとって苦しい経験だと思っていて、でも苦しいからこそ適応障害で悩んでる自分に向き合って本質的に乗り越えることができれば、いつも悩んでしまう自分を変えるとか、自分の本当にやりたいことを見つけるとか、実は生涯を通して誰もが向き合うわけではない人生を変えるために必ず必要なものがたくさん得られるって僕は確信しているからこそ今の活動をしてるんですよ。だからこそ今悩んでいる方にちゃんと変わっていく技術がありますよっていうことを伝えて、何かね少しでも勇気を届けたいと思ってこの動画を撮らせていただいてるんですけど、本当にね僕たちもいつもネガティブになるとか自分を変えたいのに行動できないっていう気持ちすごくねわかるかなって思ってて、なので講座生さんからの言葉を聞けるとよりね勇気を届けられるかなっていうふうに思うので、講座生さんがね今悩んでいる方に向けてこういうことをしていくと苦しい適応障害っていう経験をむしろ自分を変えるプラスの経験に変えられるんじゃないかなとか、何か伝えたいメッセージみたいなものがあればぜひ教えてもらいたいんですけど、何かありますかね。私は今の会社に入って4年目になるんですけど、まあ、その中で本当にうつとか適応障害になってしまうのが、まあ、数でいうと本当に10回ぐらいになるのかなって思うんですけど、まあ、やっぱり長い間生まれていたっていうようなところですよね。そうですね、本当に再発してしまうっていうのが本当に苦しくて、本当に自分の中では本当にどん底にいたような状況だったんですけど、そこでもういいやってあんまり思わないで自分の中で何か変えなきゃっていうと、まあ、自分は思ってたので、まあ、そこで竹さんと出会って今こうして、まあ、克服に近づいてきてると思ってるので、今見ていただいてる方々には決して諦めないで何か行動を起こしていくっていうのが本当に大切なのかなっていうのは思いました。ありがとうございます。本当に長い間悩まれていた講座生さんだからこそ、あの諦めないでっていう言葉にめちゃくちゃ深みがあってすごく勇気をもらいました。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。本当にね見てくださってる方ももちろん休養であったり何もしない時間っていうのもね必要だと思うんですけど、もし正しい対処とか、はい、まあ、休養とかね病院とかカウンセリングとか独学で学ぶとかやってみてもうまくいかないっていうところであれば、まあ、何か新しい方法というかそれこそ誰かを頼るっていうのもね、あの本当に勇気のある行動だと思うので、そこを諦めずに、まあ、進んでいたら絶対に前に進めますよっていうようなメッセージですかね。そうですね、はい、めちゃくちゃ心強いメッセージありがとうございます。本当にね講座生さんも適応障害とかうつを繰り返してしまってすごく焦ったり、まあ、不安もある状況だったと思うので、今回はね本当に勇気あるお話をお聞きできて本当に嬉しいです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本当に適応障害とかって弱いことでも悪いことでもなくて誰にでもね起こり得ることなので、ぜひね今回のこのご経験を生かしながらこれからも講座生さんの進みたい道にまさにねその取りたい行動を取れるように進んでいってほしいなって思います。はい、ありがとうございます。本当にね本日は温かい勇気あるメッセージをありがとうございました。こちらこそありがとうございました。それでは今回は本当に貴重なお時間をいただいてお話しさせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。講座生さんは適応障害の再発など今回のインタビューだけでは伝えきれない本当に苦しい思いや葛藤が長い間あったと思います。そんな状況の中でも自分を変えたいという一縷の思いから決して目を背けることなく行動され続けた講座生さんだからこそ、諦めず行動することが大切という言葉に本当に深みがあり、とても勇気をいただけるメッセージでしたね。きっとこの動画を見ているあなたの悩みはあなただけが抱えているものではありません。インターネットが発達して便利なことが増えた一方で、他者と簡単に比較できるようになったり、選択肢がたくさん増えたにもかかわらず行動ができないと自分に嫌気がさしたり、言葉にできない孤独感を感じたり、皆さんお一人お一人で思うことがあると思います。でも皆さんと仲間意識を持って支え合うことができれば、僕はどんな問題だって乗り越えていくことができると信じています。僕も今自分自身にできること、皆さんに貢献できることを一生懸命考えて、とにかく今に集中して行動していこうと改めて思いました。貴重なインタビューにお答えいただいた講座生さん、本当にありがとうございました。ここまで見てくださったあなたに最後に一つお知らせです。こちらの公式 LINE では
3年以上行動することができず、メンタルの悩みを抱え、適応障害になった僕が、どのように心の本当の問題を克服してきたのか、どうすれば本当の問題を解決して自分を変えることができるのか、僕の全てを詰め込んだ、一生もののスキルが身につけられる環境を用意しています。心が弱い、行動できない、継続できないという悩みを解決して、なりたい自分を実現したいと思われる方は、ぜひこの動画の下の概要欄から僕の公式 LINE の友達追加をしておいてください。毎日人数が増えており、今では900名以上の素敵な仲間が集まっています。さらに、もうすぐ公式 LINE 限定の特別プレゼントも配布予定なので、忘れないうちに今すぐ登録しておいてください。ということで、最後まで動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。この動画が少しでもためになったよという方は、チャンネル登録、高評価、コメントをぜひよろしくお願いします。僕たちはどんなに誰かになりたいと思っても、誰かになることは少なくとも今の技術ではできないと思います。だからこそ一生付き合っていく心と体を大切にして、皆さんと一緒にこれからも前に進んでいきたいです。僕のこの動画を見てくださっているあなたは、本当に素敵な価値観を持っている、長期的な関係を築ける、かけがえのない仲間だと思っています。いつも本当にありがとうございます。これからもあなたの力になれる活動をしていきますので、どうぞよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。